みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は修学旅行で使うパジャマとエチケット袋とかもろもろちょっとね買ってきたので、今回はね紹介していけたらなと思います。って言っても、まあパジャマとエチケット袋ぐらいしか買ってないんですけどもろもろって言った意味まあないんですけど、あとね、そうそう、おまけとかで何個か買ったものがあるので、こちらと一緒にねパジャマとかを紹介していけたらなと思います。いろいろネットとかでも見たんですよね。それで一個すごい可愛くてすごいもう一目惚れしたやつがあって、これがいいっつったらお母さんに聞かされました。それは恐竜みたいなやつですね。まあ画像貼ってくれたら貼ってください。恐竜みたいなやつです。ということでね、 H&M で買ってきたんで早速パジャマ紹介します。ちょっとねすごいシンプルなんですけど、まず上トレーナーがこんな感じの黒いねトレーナーですね。でこれ何が可愛いかって、ちょっと丈がねパジャマにしては短いよ、そこがまた可愛いっていう、でね、そうそう、丈がねここすごい切れ目になってて、すごいハサミで切ったようなみたいな、そんなおしゃれ感が出ててね、本当に可愛いです。ここがわかるかな、なんかここがねすごいいい感じなので、ちゃんと裏肝もついてて本当にマジであったかそうだし、めちゃめちゃ可愛いですね。はい、こちらで、この上に合わせるのがこのね、これですよ、このズボン、これもまだ真っ黒ですね。可愛くない？ここでウエスト絞れて、でねポケットがついてるんですけど、ここに両脇にこことここにねポケットがついてるんですけど、長ズボンですね。で下はねなんかこう折られてるの、ほんと可愛い、このデザイン、なんか折られてんの、こんな感じでめちゃくちゃ可愛いですね。でこれとこれとセットで買いました。もともとセットではなかったんですけど、でね、ちょっと大きめですね。もうずっと着られるように、これが XL です。私なんか S とかだとすごい丈が短くなっちゃって、パジャマならダボっと着た方が可愛いと思って XL 買って、下が L ですね。ウエスト絞れるし、別に大きい分には可愛いかなと思って、あんまピチってしてても可愛くないじゃないですか、パジャマって。ちょっとね大きめを買いました。もう可愛いです、もう見るからに可愛いです。はい、でおまけですね。これは別に修学旅行に着ていくとか関係なく、普通に可愛いと思って買っちゃったやつなんですけど、こちらですね。まず上がこちらのシャツですね。ブラウス、ちょ、後ろが白っぽいからちょっと見づらい、いやでもわかるか、そのすごいね襟がすごい大きいブラウスなんですけど、めっちゃ可愛くない、これ、めっちゃ可愛くない、これ、このブラウス、そうそう、めちゃめちゃ襟が大きいんですよ、特徴が。今着てるのも襟なんですけど、これの倍はあるぞってぐらいめちゃめちゃ大きくて、ここまであるんですよ、ここまで、ここよ、ここまであるの、やばくない、こうブラウスがこうこうこうあって、ここの後ろのここの辺ぐらいまであるの、本当にすごい大きくてめっちゃ可愛くて一目惚れしました。でこれに合わせるのがこのねすごい細身のこんな感じの服ですね。なんていうのかな、なんていうんだろう、こういうやつ、なんだっけ、なんていうんだっけ、これすごい細身のこういうワンピースの紐版みたいな、キャミソール的なやつ。しかもねこれ聞いて、ベルトついてるんだよね、これ。ちょっと今こうか、よくないこれ、ベルトついちゃってんの、ちょっとね、だからガーリーっぽいの、地雷っていうの、それっぽいですね。はい、あんまこういう系統にねあんま着たことなかったので、すごく惹かれました。着るのがすごく楽しみですね。こんな感じで、もうかわいい。ただサイズが S と S ですね。 S じゃないか、
38って書いてあるこれ。そう、なんかたまにさ H&M のサイズ標識がわからない時があって、それ適当に買っちゃうんですけど、はい、まあこれ着れなかったら痩せます。着れなかったら痩せます。すごく細いんでね、ちょっと着れるかわからないんですけど、上は多分大丈夫。ちょっと試し着っていうの、試着してきました。でこれ実は試着してなくて、下36は試着したんだけど、すごい、あ、34かな、すごいちっちゃくて38買ってきました。多分着れるはずです。ということでね、この2つは後でセットで着たいと思います。次にね、ダイソーで買ってきたものを紹介します。あ、今思ったんだけど、ダイソーってさ、ダイソーっていうのか、ダイソーっていうのか分かんないよね、発音が分からないんですけど、うち我が家はいつもダイソーです。はい、で買ってきたものはね、まずこちら、紙袋とビニール袋。これはバスで寄った時用のエチケット袋用にですね、この紙袋にこのビニール袋を入れると何ということでしょう、エチケット袋の完成ということで、ちょっとやってみますか。やる意味ないかもだけど、そうそう、なんかね、そういい紙袋がなくてさ、取っ手がついちゃってるんだけど、こんな感じで、まあ別にね、取っ手ぐらいいいかなと思って、取っ手の方が略式も便利かなと思って、あ、結構大きかったわ、あ、結構大きいな、あ、大きくない、あ、大きいな、まあいいか。で、このビニール袋をポリ袋っていうのを入れると、あ、ポリ袋ちっちゃい、そんなことないか。紙袋って独特のいい匂いするよな、私この匂い大好き。こんな感じで、ここにおーってすると虹を出すと、おー、なるほど、これで修学旅行で酔っても大丈夫ですね。はい、バッチリです。あとこれと雑巾をなぜか買ってきました。雑巾ですね、これは家になかったのでストックとして買ってきました。で、うち今雑巾すごい汚れてて変えたいなと思ってて、変えようと思ってストック見たらなかったんで、あと修学旅行でも使うのかな、ちょっとそこら辺まだわからない、しおりがないのでわからないんですけど、はい、買ってきましたね。合計2個買ってきたね、合計6枚ですね。これ多分リミも私も来年からも使うと思うので、はい、あってそうもないかなと思います。次ラストですね。これはミニ洗濯機です。これめっちゃ可愛くない？今めちゃめちゃ流行ってるよね、これ。本当にこのダイソーに売ってるこのこういう機械ですごい流行っててさ、今流行ってますよね、これ、流行ってますよね、これ。で、なんか遊べたらいいなと思って買ってきました。これは別に修学旅行とか関係ないですね、可愛かったので買ってきました。ということで、ダイソーで買ったのは以上ですね。この計 1,2,3,4,5 5点買ってきました。じゃあね、ちょっと買ってきたもの紹介し終わったんで、洋服着たいなと思います。なんて言うんだっけ、着替えるぞー的な、着替えるぞということで、着替えたいと思います。よし、一回着ますね、はい、はいはいはい、わかりました、はいはいはい、ということで1着目パジャマ着てみました。可愛くない？丈がね、これぐらいでね、マジで可愛いの、本当に。え、可愛くない？超可愛い。これをね、修学旅行で着ていきたいと思います。これね。これよ、これ。マジ可愛い。動きやすくて、めちゃめちゃいいです。ちょっと低かったな。ごめんよ、ちょっと低かった。ということで2着目、めっちゃ可愛いね、これマジ可愛いと思って、こんぐらいの丈で下こ
ここ横にね、なんか切れ目が入ってて、なんていうの、まあ入ってて、ベルトついてて、襟大きくて、もう言うところなし、文句なしですよ、これは。あ、顔切れてんだめっちゃ可愛い。伝わったかな、可愛さ伝わったかな、見てこれ、可愛くない、襟可愛くない、イエーイ。ということでね、これから着たいと思います。はい、ということで今回はね、H&M で買ったものとダイソーで買ったものを紹介してみました。めっちゃ可愛いです、めっちゃ着ます。ということで、それではバイバーイ。